最近バッターね、バッタっつってもね、沖縄のバッターでかいぞ。こんなんですよ。赤い、こう飛ぶ時に赤い羽がパテパテパテって、うわーって、それね、地球の掃除をしてる時とか、海辺でね、浜、こう草むら行くとね、結構飛んでたりするんですよ。と、一回体当たりされたことある。2回。それで、それでね、まだちょっとバッターはちょっと未だになれない気持ち悪さっていうのはちょっとあって、羽を広げると赤いっていうのがなんかゾッとしてたんですよ。うちのビルでも、うちのこのアパートでもね、よく見るようになって、最初1階とかにたまに行って、うおーで、こう通るときにこう、そって通ってたわけですよ。ゆっくりね、飛ばないように。飛ぶとね、パス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 って音がするんですよ。パス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 。あれもなんかこう。で、1回とかではよく見てたんですけど、まさか自分の階まで来たかと。それがね、3日連チャンでいるんですよ。でもね、最初ちょっとゆっくり通ったけど、しまいにはうちの目の前まで来てさ、いや2日目、ドア開けたら目の前にいますみたいな。3日目。いや2日目で、あ、お前ドアの目の前来たのかって、ドアの目の前からこう、ほうきでね、ちょっとこう、やったんです、端っこに。やるときも、パタパタパタって飛ぶわけですよ。パサパサパサ。バーって外に飛んでいきゃいいんですけど、そこがほら、わかんないわけですよね。空いてるとこがね。空いてるとこにパッと飛んでいきゃいいのに、なんか壁にぶつかってるから、ああ、そこじゃない、そこじゃない、パサパサってやってて、俺もこう、腰が引けてやってるわけよ。こうやって怖いから。で、で、3日目ですよ。まさかお前いないよ、あなた。お前あの時一番端っこまでやったから、まさかいないよ、なんて。とはゆっくり上げたらまたいるんですよ。端っこからうちのドアの目の前まで帰ってきたんです。ってなったよ、俺。いや、あれ不思議ですね。まさかいないよなって思ったら言うんだからね。いるーって思って、もう唯一の救いはこっち見てなかった。あっち見てたけど、まあ迷惑はでかいからさ、こう、まあ見えてんのかわかんないけど、ふわ、お前って一回閉めてましたよね。閉めて、なんせ、ほうき自体が、奥にあるから、どうしようもないわけですよ。で、一回出て、さっと出て、もう怖いんですよ。もう近くでさ、バーって飛ばれたら、もうパニクるでしょ、俺が。やっと思って、ほうきで、こう、何度も何度もね、こう、ほうきの上に乗せようとして、やるんですけど、なかなか乗らないんですよね。こう、暴れるんです。パタパタ、で、飛んでいきゃいいのに、また行かないんですよ。で、その、ね、うまく飛んでいきゃいいんですけど、その壁っていうのが見えてんのか見えてないのかよくわかんないね。虫じゃないからね。で、3日間もずっと同じ場所にいるから、いや、このままだと良くないなと。いや、これは良くない。もう絶対こいつこのままではここで一生終えるなと思って、いや、これはまずいと。目の前、
まあビルの目の前森なんで、いや、なんとか返したいなと思って、もう気合い入れて、そのほうきでね、こうやってカッカッって上に乗せようとするんですよ。腰引いてんですよ、こうやって。そしたらもうやるたびに飛ぶわけよ、これ、プサ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 って。もう絶対こっち来んなよと。もうこっちに飛んできたらもうやばいっしょ。で、何度かやってて、まあそうですね、4、5回やってうまくいかずに、でもこのままだともう絶対ここで死ぬなと思ったから、まあ、ここで死ぬんであればジャングルに返してあげたいなっていう気だったのも、ちょっと気合い入れようと思って、もう絶対乗せようとずっとやってた。乗りはしなかったんですけど、クッとこう、ちょっとね、こう、ほうきのこう、パサパサに引っかかったんですよ、足が、何かが。で、そのまま壁をこう、伝わってくーっと上まで上げて、なんていうの、こう、外の高さまで行った瞬間に、パッってやったら、パサ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 って飛んでいったね。もう、ほっとしたけど、まあ、これから夏始まるから、まあ、あんなの10匹、20匹入ってきたら、もう、ビビるよ。あれはベランダに来たのはやばいね。逃がしようがないよね。もう捕まえた。だから俺そういう時にふと思うんですよ。まさみの力が。いや、まさみっていうね、まあ、友達のまさみがね、虫をこう普通にカマキリとか持ったりするぐらいの根性があるわけだから、俺、まさみおったらなと、まさみおったら、ちょっとまさみこれ掴んで、ぽいやーと。まあ、森にね、ポイヤって言えるけど、自分でこうやって掴んつっていうことは、まあ、できないね。もう根性、本当にもう、決めたらいけるんだろうけど、もうそこまでもう、扉を開くことができない。その、触ろうという一歩先の扉を開けることはできないね。別にこう、噛みついたりするわけじゃないんでしょうけど、なんかこう、感覚というかさ、こう、動くっていう、その生きてるものが動いて手から伝わってくるその快感というか、じゃ感触というか、そういうのが、こう、ゾッとするっていうか、魚とかでもさ、釣りして魚とか釣ってもさ、やらないですけど、つってこう動くやこう、あの動きがもう筋肉がさ、こう引き締まった動きが手に伝わってくるんじゃない、ガッパッパッ、もうあれがもうなんかこうね、こう痛々しいというかさ、なんかかわいそうというかさ、まあ虫もこう逃げるとこって暴れるんじゃない、ああいうのもなんか怖いっていうかね、まあ、気持ち悪いというか、かわいそうとか、なんかいろんなものがこうミックスし合ってるっていうか。で、まあ、もう森に返したんで、ね、夏も始まるし、まあ、去年もね、何回か見て、今年入ってもすでに、今何月だっけ、4月だからもう2回ぐらい見てますもんね。3回ぐらいかな。見てるね。作業しようかな。皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒を大切に、残り限られた人生を地球のためにたくさん使って。